マスカウラの青のりは葉っぱが長いって思うんですよね。そののりの食感を味わえる、匂いもいいしね、味もいいと思います。味だけではなくて健康にもいい、これからどんどん需要増えていくんじゃないかなっていう部分がありますので、海外でも非常に可能性はあるかなと思ってます。天ぷらで食べると青海苔の香りもしてサクッとして、あれが一番好きで、あとはおひたし、酢の物、地元ならではの料理で楽しめる、そういうのがいいと思います。煮込めば煮込むほど美味しくなる海苔なんだなっていうことを感じて、30分40分煮込むとだんだん黒くなってきてですね、旨味が増してきますね。息子の友達もお前家の佃煮はすごくうまかったんだぞ、ここでなくすのかとかいろいろ言われて、食べたいという人がいるんだったらちょっと作ってみようなんていう感じで作って、ただうちのはってちょっと辛い、他にはない味なんで、ごぼう、人参、イカですかね、うちだけだと思います。あと秘密の調味料で黒い一般的な海苔、あれと比べてもう香りが全然違います。もう相馬市の代名詞のあの松川浦、青々と育っている青さっていうのはもうみんなの誇りだと思うので、広げていきたいと思ってます。バイヤーさんだけじゃなくてシェフの方にも食べていただいて、中華料理にも合うっていうお話だったり、我々が考えているこの料理がいいんじゃないかっていう部分を超えて、現地で新しい価値を生み出してくれるんじゃないかなっては期待しますね。